アンタレスステークスは日本中央競馬会が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名のアンタレスはサソリザのアルファー星で、ギリシャ語では火星に対するものの意。直径は太陽の約700倍とも推定される。聖章は地方競馬全国協会理事長賞。中央競馬と 地方競馬の相互交流が拡大されたことに伴うダート重賞競争整備の一環として1996年に創設された4歳以上の馬による重賞競争。創設時は阪神競馬場のダート1800メートルで行われたが翌年1997年からは京都競馬場で開催され2012年から再び阪神競馬場での開催となった。 創設時から外国産馬が出走可能となっており、地方競馬所属馬は1997年から外国馬は2005年からそれぞれ出走可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、別、定2021年の一着賞金は3600万円で、以下2着1400万円、3着900万円。 4着540万円、5着360万円。コース種別の記載がない距離はダートコースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各界競争結果の出展。ありがとうございます。